持ちリレー選手登場です。こんにちは。こんにちは。改めて拍手お願いします。ここまで、走ってきました。今季はちょっとフライングも。そうですね。はい、フライングポンポンって行っちゃいましたね。はい。ポンポンと。ポンポンって行っちゃ。一本目が、3月。はい。6月今ねありましたけどもね。そうですね。はい、6月 のイースタンヤングもねありました。フライングは切ろうと思ってするわけじゃないでしょうけども。そうですね。やっぱ行かないようにしてでもやっぱり行っちゃうんで、うん、やっぱ勝負ってなるとちょっとやっぱ放れない時はありますね。そうですか。こうして、ね、いつもと違う、おしゃれな格好をしてると、よもやこの人がボートレーサーとは思わないと思いますけども。はい。よもやこの人がボートレーサーだと。あ、本当ですか。どっかで職業欄とか書くようなことってあるでしょ。はい、ありますね。うん、うん、はい。なんて書くんですか。スポーツ選手って書きます私。スポーツ選手って書く、はい、そうするとその窓口の人がどんなスポーツやってらっしゃるんですかとか。いや、聞かれないオーラを出します。あ、はい、聞かせないオーラを。聞かせない、はい。私言いませんよっていう、はい、そうですね、いうことですね。もともとスポーツたくさんやってらっしゃって、何やってらっしゃったかというと、スポーツは水球ですね。水球、はい。まあ、男性では江口昭雄選手が水球選手だったっていうのは結構有名な話ですけども、水球をいつぐらいからですか。水球は小学5年から、高校3年生までですね。5、6、1、2、3、1、2、3。ちょっとあ、ちょっとだから9。高校卒業してちょっと。あ、ちょ、高校卒業してちょっと。はい。ちょっと9年。そうですね。やってらっしゃった。はい。聞いてください。水球日本代表。拍手ありがとうございます。いやいや、ね、ご存知の方も、ね、いいです。水球は過去の栄光なんで本当に。本当ですか。でもなんか聞きたい気がして、ね、僕もね、ほりはほり控室で聞いちゃいましたけども、水球はなんていうか、ずっと立ち泳ぎして。そうですね、もう足つかないんで、はい、ずっと巻いてます。水球のプールって深さ何メートルぐらい。は、2メーター以上で試合しますね。あ、そうなんだ、はいはい。で、なんか水の中から突然ブワーって出てくるじゃないですか。そうですね、こうスクリューでプシュッスクリュー。そうそう、あ、足がスクリュー。そう、プシュッって上がってきますよね。はい、そうです。でグワーッとせり上がってきてバーンって打ちますもんね。そうそう、そうです、そうです。あれはじゃあやっぱりそういう足を上手に使って。そうですね、もう手と足、片方はボール持ってるんで、こっちは水中、はい、水上にあって、はい、片方は水中でこの足とこっち。ちょっと今ちょっと どうやってやってるんですか。足は こんな感じ。こうやってあ、そうやってやってんだ。そうそうそう。でボール持ってない方の手は今書いてんだ。そう、こういう感じで書いてて、はい、でこっからこういう感じ、はい、あ、で上がるときは蹴り出す。そうそう。いや、これをね、ずっとその時間中やるわけだから。じゃあボートレーサーになろうと思ったのは。なったのは、小5の時にお父さんに、戸田に連れてってもらって。戸田ボート、はい、で、かっこいいなと思って。そのレースっぷり見てて、なんかスピード感とか。そうですね、はあ、うん。じゃあ小5ぐらいから水球始めて、その当時からもうすでにボートレーサーってのはずっとあって。そうですね、もうお父さんがめっちゃゴリ押ししてきて、うん、まあ、私もかっこいいからなりたいとは思ってたんですけど、もうなんかそれ以上にもうお父さんの推しがちょっともうやばくて。あ、お父さんもなれと、はい、そうそうそう、私もなりたいと。そうそうそう。あ、じゃあいいじゃないですか。そう、でも家族も応援してくれるから、はい、まあ、もうなるしかないし、なりたかったんで、はい、うん。そして、試験を受けて、どうやら1回で合格。はい。まあ、スポーツ推薦も、ね、あって合格をしてデビューしました。